斉藤氏は番組内で大学までは活躍できたという自負はあるんですけど、プロ野球で活躍できなかったというコンプレックスがある。その中で自分が今野球界に戻って子供たちに指導するというのは今は違うんじゃないかなと思うトトロ。野球を引退して引退後の数年間でテクニカル的なことも含めた野球を勉強して、それから指導者道というのを考えたいんですと胸中を明かした。正直でええや、こういう選手の方が案外いい指導者になったりするんだよな。挫折を知らない人はその立場にいる選手の気持ちがわからないから教えられない。自分でいろいろもがいてきた人の方が引き出しが多くていいよ。めっちゃ真面目やし真摯な向き合い方じゃん。メジャーの名将と呼ばれてる監督にもメジャーで全く通用せんくて、マイナーですら数年でクビになったような経歴を追い、勉強してるのとコンプレックスあるのが解説にも出てたわ。まあ外から勉強するのはええやろな。即コーチとかなっても自分自身がまずコーチングの勉強せなあかんし、名選手が名コーチになるわけじゃないの嫌ってほどわかってるわ。斉藤佑樹ってちゃんと頭いいの伝わるから好きだわ。こいつ普通にいいやつなんやろな。プロ野球は厳しいやろうけど、高校野球で監督とかなったら盛り上がりそうやけどな。やらんのかね。早実や早大の監督やって自信つけてからハムに戻ってくればいい。